で9位はオレンジレンジ花でした、はい、では続いて8位の発表です。さあということでお送りしているのがケニー・ロギンスデンジャーゾーンをお送りしております。でもさこの歌、はい、この歌ね、はい、トップガンですよ。ケニー・ロギンスデンジャーゾーン世代には、うん、俺はずっと待ったよ続編が出るまで、はい、トム・クルーズを信じてそしたらさトニー・スコットさんが自殺しちゃってね、うん、俺はもうちょっとショックでさ、うん、だけど頑張ってトムはやったやりきった、うん、そしたらさトップガンマーヴェリックのオープニングもこの曲で、この曲だよ、ね、そこがやっぱ激アツね、もうなんか激アツすぎてもう涙出たもん、うん、俺正座して見たからもともと86年に公開された大ヒット映画のトップガン、うん、それが再び去年公開となった続編映画、はい、トップガンマーヴェリックで俺はだから IMAX4D だっけなんだっけ一番だからあれで俺正座して見たからそれぐらいの気持ちでやっぱ向かうこと、これはもう、うん、そしたらデンジャーゾーンが流れるわけ、うん、ふぅーと思って上がりますね。これ100回以上見たからね。タカポン、あの公開されて1週間、ええ、会う人にトップガン見た、トップガン見た全員に言ってましたもんね。でも俺沢田君のこと、はい、沢田だからね、はい、ジュリーって呼んでるわけ、はい、なるほど俺たち世代わかるでしょ、はい、ね、沢田健二さんのジュリーね、はい、沢田だから、はい、ジュリーでございます。でジュリーがゲームを作るのが得意なのよ、はい、でマイナーメジャーゲームみたいなの作って、はい、で映画でメジャーな映画とマイナーな映画みたいな、はい、でさ俺若手の役者とこの間もミュージカルやってたの、はい、そのメンツと言って、はい、メジャーな映画っていうタイトルで、うん、俺トップガンっつったら、はい、俺に誰中を誰も刺さってなくて、嘘、やっぱーっ、まあまあ、みんなで千と千尋とか、いや俺もそれ別にそういうの言えるけど、ね、ジュラシックパークとか、でも俺にとってのメジャー映画はマジトップガンだから、そうね、うん、全然ね、トップガンって言ったら、え、何トップガンがトップみたいな感じでみんなに指刺されちゃって、やばい、テキーラを飲むためだ、そうなんだ。でもね、いい話でいい、はい、はい、これ初めてのデートで見た映画なんですよ。おお、しかもあデートってダブルデートなんだけど、はい、中1の時に、はい、やばくない、中1のダブルデートでトップガン、中1のなんかキャンプかなんかのボーイスカートっぽいなんかあるじゃん、ああいうのイベントで九重連山かな、あー九重連山、福岡ローカルみんな分かんないけど九重連山に飯盒炊爨とか、あーいいですね、この小6とか中1ぐらいの子たちと仲良くなって、うん、俺の1個上の先輩が福岡住んでて、中2中1小6中1ぐらいな感じのメンズで大堀公園でスワンボート乗ったのよ。わちょっと待って、全員分かるぞ、全員分かるんだ、乗る乗るよね乗るよね乗ります、乗ります、乗るよね、乗っちゃうと別れちゃうってから、ね、そんな工場もそんなの関係なくですよ、もういわゆるデートコースの定番で、中1でさ、中1でダブルデートでスワンボート2人ずつ乗ってさ、はい、じゃあ映画見に行くっつってね、うわいいな、で俺らの世代さあの頃さ2本立てなのよ映画が、そう2本セットだった、まあお得でしたね、お得だったよ、だからなんだ1500円ぐらいで2本見れんのよ、と2本目がトップガン、でも感動しちゃって、だけど俺八女市に住んでたからさ、八女、はい、からさ福岡市まで行くの2時間ぐらいかかるだいぶ頑張りましたね、でさ1回行くとさ5000円ぐらいかかるわけ、あそんなかかるのか、えそうでしょ、西鉄電車乗ってバス乗って映画見てスワンボード乗ってご飯食べて、ね、5000円かんだよ、はい、いかんわもうそれぐらい2ヶ月2ヶ月に1回ぐらいしか行けんわってなって、別にそのこととかはもう、しかも LINE もないしさ、そうね、家電、うん、いやもうだからもう無理だわ恋愛と思って、男子高校やってるとかね、うん、思い出の曲だ、そうなの、思い出の曲出てきました、映画中にこう肩にテーマしてるとかタイミングされたりとかそんなできんわ中1は第8位はケニー・ロギンス「デンジャーゾーン」でした。